材ばっかりで忙しいですよ。ケツカッチンってこういうこと言うんですよ。この後釣り行かなきゃいけないんで。2019 JB ヒバロコ第3戦。俺の長靴穴開いてんなこれ。染みてきたな。何年目ですか。今勝カップ。はい、今勝カップ。優勝の、佐藤あ違う。本当に言ってたんですか。多分伊藤って言ってたもんだけど。うん、伊藤サトルプロです。まず優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあね、私たちは分かってますよ。私たちはもう分かってたんですよ。これはもう、うんうん、伊藤プロの独壇場になるんじゃないかって。私たちはっていうのはつまり私たちは収葬マジックの伊藤くんがこれは多分一番来るなと読んでました。そうです、ね、にもかかわらずソウル君もそう思ったの。実際そのレンジ的な部分で多分間違いない。にもかかわらず朝ボトムって言ってた人がいたんですよ。ボトムでしょって本気で俺 2.5 のライトキャローをそこに今ありますけども 2.5 のライトキャローをメインでやるはずだったんです。それが誰かの一言で。そう、それがですね、あの某有名テレビ局の方メガなんとかさん方がなんかこんなやってるんですよ。こんなやつ、もう何言っちゃってん、俺ボトムっすよって。もうね。それで試しに行ったら意外に人いたんすよ。うん、ただ俺今シーズン入って神社沖でまともに釣ってなかったから。ベイトはいたでしょ。ベイトはいました。うん、ただあそこまで俺昨日ごめんなさいちょっとレンジ上がってると分かんなくて魚。そこにですねいつもいないはずの人が釣ってるわけですよ。ペイペイペイちょっとやめてくださいよ。ボー M さん、ボー M さん、ボー M さん、じゃあボー K、ティーチャーボー K ティーチャー、もういないな、撤回してくれって言ってたましたけどもまあそれもあって1年ぶりの独完売です。練習しても俺らにはできないんですよその技が。やってる正直でももう久しぶりにやったんで初めの前半は結構アタクタしてました。JB の方から取材もちょっとあったんでちょっとすいませんちょっとボロボロになっちゃったんですけどこれですね。ちなみに、まあ、一応こういう感じであれですね2発2ポンドライン2発で締め込んでストッパーにしてます。はい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 2ポンドラインをここに2発締め込んで、はいはいはい、まあ、なるべくこう刺すんで、はいはいはい、その時に釣れないようにしてます。それがミソですね。ミソ、まあ、ただ、キャストして釣れちゃう時も結構あるので、なるべくこう、ただ、こう刺す時もあればダメだこれまあ要は結局同じとこでやるじゃないですか。だから結局刺し方をいろいろこうアレンジしたりとかしながらなるべく飽きさせないようにしてます。これか黒しかつかないです。ちなみにメインラインは何ポンドですか。メインライン2ポンドですね。2ポンドでもベーシック FC は2ポンド 2.5 ポンドぐらいあると思うんで、うん、ですよ。ちょうどいい感じなんですね太さがね。これちなみにロットははい、こちらはですね、スティーズですね、アムラームっていう、これもともとダウンショット用の竿なんですけど、ね、正直言います、ダウンショットで俺買ったんです。バレまくっちゃって、で俺の体には合わないってことで、それでたまたま、キャローやったところ、初め普通の16分の1とかのキャローやったところ、非常に調子が良くて、それの進化系がこれということですね。これですね。何グラムなんですか。48分の1ってのは 0.? 何ですか。0.? だから要は脳進化でやればいい、さっきサブさんとも話したんですけど、脳進化でやればいいって話なんですけど、ただ脳進化だと本当に狙いたい真のスポットっていうのがなかなか意図的に連れてっちゃうんですね。そうです。そうなんですよ、むずい。だからこれはあくまでもこんな軽い重り沈むのかいって皆さん思うんですけども、重りである以上沈みますから、まあ、これがちょっとした推進力で
沈んでるわけなので、まあ、自分の狙いたいところをそれなりに精度をよく通すための0.7。あ、ちょっといいですか。はい、ちょっといいですか。はい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 、あのこの方の前でそんなにいっぱい話しちゃったらまずいんじゃないですか。さっきですね、やらない、ちなみに、やらない、ちなみに、トール名人、トールプロもそうですけども、半端です。先生、半端です。自分のものにしようとしてる。あの人マジでした。ただまだ俺分かんないですけども、あくまでも僕これって早稲沢沖とかその神社沖での方向なんですよ。いや、ちょっとじゃあ今から俺やってたとこ行ってもらっていいですか。桜島の向こうの半分。これね。でハンプってどうなんですか。多分浮いてる条件、浮いてる条件あればじゃないですか。ほんま分かんないですか。トール君これをじゃあ聞きましたかっつって、絶対やらないでしょ。サムさんもやらないでしょ。俺違うのでやってハマっときはハマるんだけど、俺猫、でもあれも俺自分の中で変にワーム限定とかされちゃうから、どっちかっつうと俺 IG っていうよりも泳がせちゃう人だから。だけどその泳がせが嫌う時あるじゃないですか。そうそうそう、そうなんですよ。ただこれは本当もう浮いてる時限定ですよ、でも、うん、それ以外でも釣れなくないんですけども、だったらダウンショットとか、うん、通常ウェイトのキャロやるよねっていう話なんで、うん、優勝しちゃったよ。ラージ1本使って優勝したね。こんだけ盛り上がってるのにあっちであれ。おめでとうございました。